え、こんにちは。えー、ちょっと退職の話で進展があったので、えー、動画を撮ります。で、前回ね、あの、退職したいっていうのを上司に伝えたっていうね、動画を上げてから2日が経ちまして、で、どういう感じでね、えー、ことが進んでるかと言いますと、まあ、2日前にですね、あの、私ゴミ人間、まあ、直属の上司の方に、あの、仕事を辞めたいですっていう連絡をしました。 で、上司から、あの、ちょっと考え直してほしいっていうふうに言われたんですけど、まあ、医者からね、精神科の医師から、あの、うつ病っていうふうな診断ももらってて、まあ、体調的にもね、メンタル的にも、ちょっとこれ以上続けていくのはしんどいんで、ちょっとやめさせてほしいですっていうふうに、上司に伝えたところ、あのー、一回、その上司の、また上のね、なんか、 役員クラスの、なんかその部署全体をまとめている人がいるんで、まあその人と、まあプラス人事の人とかとも合わせて相談させてもらって、社内でどういうふうに決定していくか話し合いたいんで、ちょっと待ってくださいっていうふうにね、言われたんですね。それが2日前です。で、えっとその2日前から次の日、昨日ですね。昨日若干進展がありまして、 まあ、昨日、まあ、その僕が辞めたいですっていう風な話を、その僕の部署全体をまとめているね、まあ、一番上の役員に話を通してくれたらしくて、で、まあ、あの、話通したんですけど、まあ、やっぱりちょっと辞めるっていう選択をあんまり取ってほしくないみたいな感じのことを言われて、まあ、会社の方針なのか、その部署の方針なのかは知らないけど、まあ、あんまりその退職者を、こう、会社的には出したくないと。 で、考え直してほしいっていう風に言われたんですよね。で、ただゴミ人間さんも今体調がすごく悪い状態で、そこはまあ会社としてもこう考慮をしていきたいんで、あの、なんかこう、 ゴミ人間さんが働きやすいように色々制度を変えていきたいとは思ってるんですけど、でもゴミ,ゴミ人間さんはもうあの、会社規定のね、休職の1ヶ月間の期間を全部使っちゃってるんで、もうこれ以上は休職することはできないんですけど、もしゴミ人間さんが今後も仕事を続けていきたいっていう意思があるんだったら、あのー、 退職ではなく、すぐに退職ではなくて、一回、あの、お休みっていう風な形で、その欠勤扱いにして会社を休むことはできるから、その場、その欠勤の期間は、給料は振り込まれないんだけど、そういう、休み扱いでいいんだったら、会社にその席だけは残し続けることができるんで、一回その方向性で検討してくれないかみたいなことを言われたんですよね。はい。 で、ただ正直ね、欠勤したところで多分辞めるの決まってるんですよね。うん。てかもう自分の中ではもう結構辞めたいっていう風な意思が固まってるんで、まあ、このままね、なんか、例えば欠勤扱いで、まあ来月とか、1ヶ月くらいしたところで、なんか会社にも迷惑かかっちゃいそうで気まずいし、休職と違って欠勤の場合って、おそらく給料とか、休職してた期間は、傷病手当金って言って、国からね、 その休んでた期間に向けて補助金っていうか、まあ、保険金がね、あの支給されるんですけど、欠金扱いの場合って、まあ、年金とあとまあ、あのー何、何保険料はあの会社が半分支払ってくれるんで、若干こっちの支払う額は少なくはなるとは思うんですけど、とはいえね、給料が振り込まれないわけなんで、単純に生活も厳しいと。 まあ今、都内で一人暮らししてるんで、何もしなくてもね、あの、どんどんこう、お金がね、減っていくような状況になっちゃうし、でまあ貯金もね、ほとんど残ってないし、なんか、もうそれだったら、さっさとね、もう会社辞めますって言って、欠勤扱いじゃなくて、会社をね、もうスパッと辞めて、もう賃貸も解約して、さっさと実家戻ってね、こう、療養に専念した方がいいかなっていうふうに、 思ってるんですけど、一応まあ会社からはね、そういうふうなことを昨日言われました。で、今日になってまた電話かかってきて、まあその役員にも相談したけど、その人事部の人、なんか、社員の労務管理とかをやってる、その全、人事部のなんか一番偉い人とも話をした結果、まあその欠勤扱いで一応会社に席を残すこともできるし、まあただ今病気っていうふうな診断を受けてて、もう本当にきついっていうふうに、 なことだったら、まあ、辞めるっていう、最悪もう、そのまま退職っていう選択肢も取れるんで、まあ、そこはもうゴミ人間さんの判断で、もう、最終的なところはもうゴミ人間さんに決めてもらって大丈夫なんで、そこはもう最後はゴミ人間さんに決めてくださいっていうふうに、今日言われたって感じですね。はい。なんでまあ、これで、一応、ね、会社じゃあもう辞めます。欠勤扱いじゃなくてもいいんで、もう社会復帰する気ないんで辞めますって言ったら、 まあそのまま会社を辞めれそうな状況までは来たんですけど、うん、っていう感じですね。はい。まあもう9割くらい正直、もうこのまま会社ズバッと辞めますって言って辞める予定ではいるんですけど、まあただ、なんか1年間働いてないと、失業保険が降りなかったりとか、まあなんかそういうなんかややこしい制度とかもあるみたいなんで、最終、もう本当の最後の最後、 どうするかっていうところはまだ若干迷ってはいるんですけど、まあ、ただもうだいぶやめる流れで話は進んできてるっていうふうな現状です。はい。でまあおそらく来週の月曜日とかに最終どうするかみたいな、こう、意思を、意思連絡みたいなのをね、入れなきゃいけないと思うんで、ちょっとこの週末またじっくり考えて最後どういうふうにしていくかっていうのをね、会社の方に伝えていきたいと思います。はい。 まあちょっと話が長くなってしまったんですけど、もう現状としてはもう、やめるか欠勤にするかの二択っていう感じです。で、まあ最終どうなったかっていうのもね、また動画で、えー、公表させていただこうと思うんで、まあ気になる方はまた僕の動画見てください。じゃあそんな感じで、えー、今月末はね、まあ仕事もないんで、ポケモンのランクマッチ頑張っていきたいと思います。以上、ゴミ人間でした。いや、まじどうしようかな。悩むなきつい。